皆さんこんにちは。オランダ移住チャンネルです。ユニセフによる子どもの幸福度ランキングでオランダは世界1位を取ることがたびたびあり、教育評論家の小木ママもオランダ教育を絶賛しております。なのでオランダに移住する理由の一つとして子どもの教育をオランダで受けさせたいという人も多いかと思います。またオランダは海外企業の法人税を安く設定しており、日本企業のヨーロッパ支社本社をオランダに置く企業が多いため、突然の転勤命令で行きたくないのにオランダに赴任する方も多いです。私もその一人でしたが、そういう日本からの転勤族は数年後に日本に帰るため、子供をオランダに連れてきた際に教育、学校をどうするか頭を悩まされる方も多いです。今日はオランダで子供の学校、言語をどうすべきか、私の体験をもとに一つの考え方をお伝えいたします。オランダ移住チャンネルではオランダ移住に役立つ情報、オランダのグルメ、旅行、イベント情報などを投稿しているので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。個別登壇も実施しているので、概要欄の LINE リンクから友達追加をお願いいたします。私が2010年オランダに赴任した時、息子は生まれたばかりの0歳でした。ベルギー、アントワープにダイヤモンド賞を営む友人の日本人 S さんがいて、時々ベルギーで会っていました。 S さんはいつもニコニコしていて、私がオランダに来たのでこれをやりたい、ここに行きたいなどと意気込んで言うと、素晴らしいですね、ぜひやってみると良いですよといつも励ましてくれました。息子が4歳になる間近、また S さんに会いました。オランダでは4歳から義務教育が始まるので、現地オランダ語の学校か日本語の学校か英語のインターナショナルスクールに入れるか考えている時期でした。私が住んでいたアムステルフェーンに ISA というヨーロッパ有数のインターナショナルスクールがあり、最高の設備と最高の先生による授業が魅力的でした。インターナショナルスクールなので英語オンリーの授業です。私の会社は駐在員には学費の半額を補助するというルールがあり、 ISA の学費年2万ユーロの半額補助は非常に魅力的でした。さらに息子が英語の学校に行けばバイリンガルになれる、これはいいということで ISA にしようと決めかけていた時、そのことを S さんに話すと、ああそれは絶対ダメです、やめた方がいい、息子さんは日本語の学校にした方が良いですよと初めて S さんに否定されたので驚きました。 S さんはいつものように笑みを浮かべながら、あなたは数年後に日本に帰国しますよね、ということは息子さんはその後はずっと日本語の環境になります、なので英語はやめておいた方がいい、人間は5歳までに覚えた言語が核となり、その言語を使って深く物事を考え思慮するので、あなたの息子さんは日本語を徹底的に覚えさせた方が良いですよとのこと、 S さんは例を挙げて説明してくれました。 S さんの友人で5歳までに6カ国語を覚えた子がいるのですが、どの言語も浅く広く学んでいたため大人になっても深く考えることができないそうです。例えば我々日本人の多くは頭の中で考え事をするとき日本語で考えますよね、それが核の言語です。核となる言語が定まっていないと深く物事を考えられない人間になってしまうのだそうです。これを聞いて、なるほどその通りだなと思いました。私は英語がそれほど流暢ではないため、もし英語で物事を考えなさいと言われても深く考えることができないです。 S さんの言う通りだなと深く感心しました。ただし結果的には私は息子を ISA インターナショナルスクールに通わせました。1年後息子が5歳の時に日本に帰国しました。息子は今では中学生になりましたが、確かに今も国語は苦手、さらには英語は全然話せません。そして理数系が得意です。もともと息子は理数系が好きでしたが、やはり幼少期には日本語をもっとしっかりと勉強させるべきだったかなと思いました。オランダに数年間だけ転勤する方はこのことを踏まえて、アムステルダム日本人学校にするのか、オランダ現地校か、 ISA などのインターナショナルスクールにするのかをじっくり考えた方が良いです。オランダに永住を考えている方については、お子さんはオランダ語を覚えた方が良いので、授業料無料の現地オランダ校がおすすめです。以上、ご視聴ありがとうございました。